り ETF の問題については、まあ、我々が関与できる問題ではほぼないと思ってますので、これは選委会と国東電の中で処理をしていただく、それは住民に不安を与えない、それも尽きると思います。それは前提なんですよ。それ前提の上で2番目の我々として機関に向けて、またその生活の再建に向けてどういった問題があるのかということについて、選委会に関わる問題について若干お話をさせていただきますと、一例、まあ、機関に向けた前提の前に25年の3号機のがれき処理の問題に起因する放射性物質の飛散の問題がありました。これは我々のところでも8月12日、8月19日という2日間の値が非常に大きくて、南相馬市では当時実証で米を作っておりましたので、南相馬市で100ベクレルを超える米が出てしまった。でそれが26年になって発表されるわけで、これによって農家の生産意欲が全く低下してしまった。で結果として、我々生産するために去年26年でも単当たり2万円の助成金を出してまでなんとか作っていただけないかというようなことをやりましたけれども、それでも残念ながら全体からすると、まあ、4000、検索を除いて4000ヘクタール以上の中で100ヘクタールしか正直言って作付けができないというような状況です。ですから我々のところにも生産団体を含めてこの原因究明をちゃんとやってくれという問題が出されてまして、その際に、まあ、農水省は農水省なりにイメージングプレートなんかで追及してもらったりしたわけですけれども、選委会としてはこれについて、原因がここに起因するものではないというような見解がされているかと思いますけれども、じゃあどこにその原因があるのか、これは農家にとっても最大の問題の一つになっています。というのは原因もわからないとすれば、またこういう問題が起きるんじゃないか、そしたらどうやって作ればいいんだという話が農家の間から出されています。でこれがね、作らないって判断した最大の理由なんです。原因も分からずに我々作れるか、農地除染したところで農地除染がされてないところに作れないっていうのもあるけれども、この出てきた原因がない、どこからの原因なのか分からない、それをちゃんとはっきりさせてくれというのが農家のもう要望というか、切実なる我々に対する要請でもあります。ですので規制委員会としてもこの部分を国に対してもですね、規制委員会としても徹底的に原因究明を図っていただきたい。規制委員会としてはできることはいろいろやりました。それで瓦礫が飛んだということについては、これはいいわけがなく悪いので、ただ瓦礫のとして飛んだセシウムが米に吸収されるかということについて、それからその飛んだ方向とかそういうことについても、それはそうじゃないだろうという判断をさせていただきました。これはいろんなまあここで細かい議論をしてもしょうがないと思うんですが、お承知のように震災の年は1キロ、1キログラムあたり5000ベクレル以上の電波帯についての作付け製品を農水省が出しました。ですけれども当時はそれより2桁2桁汚染しているところはかなり福島県域は非常に高いものがありましたですね。でそういうところでも作付けしたことがものすごくたくさんあります。日本松水省伊達もそうでした。でそこでは初年度データのも本の忘れたです。それでもそれで2年目からほとんど出てないのに、今回その、出たということ、それからお米にこれは東大農学
正直点とかリーとかの方で、ね、やりまして、基本的にセシウムが吸収されるというのは水に溶けた状態なんです。で、水に溶けた状がれきのセシウムは水には簡単に溶けないんですね。ですから、多分その辺について本来、市長が追い返りになってるし、住民、農家の方も使ってるのは非常によくわかりますけれども、本来そういった植物というのは、こう、米に限らないと思います。伊達では柿と干し柿に、して、3年ぐらい出荷できなかったし、冬場には、寒いところで柿の木の皮むきをやられて、手が合わされた方もいるというのも、私も目の前で見てますから、その心はよく知ってるんですが、感じてるんですが、これをはっきりさせるのはやっぱり農水省の役割だと言ってるんですけども、農水省は私やってないので、まあ今日そういうお話がありましたから、さらにそういったことについて、きちっと農水省にも申し上げたいと思います。規制委員会ではそういう専門家おりませんから、植物移行について、はい、っていうか、これは農家の意見を我々直接受けて、規制委員会 の声明についてはちょっと理解に苦しむ以上に問題だという意見をいただいていての私の申し入れという意見であります。で、今の田中議長のお話を伺うと、セシウムが移行しないという話がありましたけれども、それであればカリウムのと間違えてセシウムが吸収される抑制対策のためにカリウム投与をあれだけする必要は全くないので、なぜカリウム投与、塩化カリウム投与させられるのかと。この問題については吸収しないっていうんであれば塩化カリウムを無駄に投与する必要は全くないわけですよね。でも農家にとってはそれを吸収抑制対策として、今作業させられているわけですよ。そこに対してもやっぱり明確にお話をされた方がよろしいんじゃないでしょうか。それはですね、カリウムを投与するのはどちらかというとその水田、特にこれは伊達のオムニチキが最初の年に500ルクールオイルお米が出た時に、随分その次の年に細かい調査をやりました。要するに直接山の方から流れてくる水を引き込んでいる水田なんですね。そうすると腐葉、その山の方で溶けて腐ったような葉っぱの中についたようなものが溶けうる可能性があるということが大体わかりまして、でそういうところについて、特にあともう一つはいろいろやってみますと、田んぼによってカリウムが多いところ少ないところいろいろあるんです。で、少ないところはやっぱりセシウム、そういったわずかなセシウムでも吸い込む、取り入れる、要するにカリウムとセシウムはお米から見れば大体同族ですから、取り込みやすいんで、どっちかというとなければカリウムの代わりにセシウムを取り込むというような、そういう傾向があるということも分かっています。で、そういったことをもう踏まえて、いろんなことで我々はそういう判断もさせていただきましたけども、これはあくまでも農学の問題ですから、農水省が、もっと責任を持ってやらないと。だから当初そのひまわりを植えて除染できますって言ったけど、ちょっともできませんでしたよね。私はあれについてすごい分かってるんですけども、知らんぷりしてるんですよ。皆さんはあれだけ煽り立てておいて、大臣連れてきてセレモニーまでして、で、何もできてなかった、そういうところなんですよね。ですからまだまだセシウムがいろんな植物、キノコも含めてですけれども、そういったところにどういうふうに移行するかっていうことについての研究はもっと農水省が中心になってやっていただきたいというのは実態としてはあると思います。ただ、瓦礫は今後絶対飛ばさないようにっていう要求は今強くしてますけれども、
これは何かの拍子に飛ぶということもゼロということは今ここでは言い切れませんけども、そういうご迷惑をかけちゃいけないということで東電にも厳しく伝えてありますし、今後ともそれは指導していきたいと思っていますので、そこの点で今あるべき問題はとりあえずご了承願いたいと思う。これ以上議論してても多分夜が明けちゃうと思う。議論するということではなくて、農家の皆さんとしてああいう問題があって南相馬でだけ出て100ベクレルを超えたので、そこに対する徹底的な原因究明が必要だと。原因が分からない間に作っていたときにまた同じような現象が起きる可能性があるということを懸念して、我々に対してもぜひこの原因究明に対して国に対しても規制委員会に対しても言ってくれという話が農家から直接受けているので申し上げています。で我々自治体がその問題を受けて今大気浮遊陣のモニタリングまでやってるわけですよ。でこれっておかしくないですかっていう問題が、当然にも言ってるんですけれど、なぜ自治体がその、これでは国とか、東電とかが瓦礫処理っていうか収束に向かってさまざまな作業をされるわけだから、これについて全責任を持って対応するのは当たり前だと思いますが、我々住民に対して24時間体制のモニタリングを、防火省今設置してますけれども、あれ以降ですね、25年の問題の以降にそういうのを設置してますけれども、そういうせざるを得なくなっている状況があるということもご理解いただきたいなと思います。はい、それは承知してます。それは多分自治体自身に測ってもらったのは多分信用の問題だと思います。我々がやることについてはそれは別に拒否しているわけも何でもありませんので、そういうことで加えてね、今年もみベースでは、玄米ベースでは出てないんですけれども、もみベースでまた1箇所ね70ベクレルを超えるものが出たですね、1箇所だけなんですけど、それは今度洗い流してみたら何も出なかったと。つまり付着したっていうことがあの時問題にされて、で袋は当然玄米で検査しますから玄米ベースでは出ないんですけれども、付着したものについて検査した時には70ベクレル程度出たっていう問題があって、またあの時の25年の問題の問題がまた同じようにして喚起されたんじゃないかというふうに懸念した人も一部いたので、我々として結局この原因究明もやるべきだと申し上げてますから、こういう問題も起きているということをここに認識して、多分私の想像ですけれども、山の除染は済んでません。で山のそのところは少し汚れてます、正直。でそういうところから流れてくる水の中には若干その摂取量が溶け込んでるような水もあると思います。で今後ともある程度そういう事例が出てくる可能性は私は否定できないと思います。瓦礫が飛ばなくたってそういうことはあると思います。ですから今回出たやつでもあれなんか水道みたいにスーッと並んでるようなところですよね。ですからそういう可能性がありますので、そういう問題はあるということを前提として、今後これをどうやって克服していくか。で100ベクレルっていうのは異常に低いんですよね。国際的に見たらヨーロッパとかなんか1000です。アメリカの1000です。コーデックスなんかもそうです。コーデックスというのは国際取引の基準です。でなんで100にしたんだと、500でよかったじゃないか、500だって国際基準より厳しいのに、でも100にしたのは厚労省なんで、一旦下げちゃったものをまた上げるっていうのもこれもなかなか大変なことですが、これはやっぱり今回もう回ってなんでそんなことしたんだと、そのために被害は甚大だという副調査も何人か来られました。でやっぱりこれはあまり簡単なことではなくて、当時の政権が簡単にそういうことをやった。いろいろ聞いてみると消費者の立場でやったんですってこう言うんですけど、生産者の立場は考えなかったんですかっていうことを私は申し上げたこともあります。だからそこの辺はですね、私だけじゃなく
被害を受けた市町村の中からもっとまあ、普通の雇用を出していただくことが大事だと思うんです。原因究明と同時にそういうことがあるということなんだから、どうしてもこの汚染されたという環境をいっぺんになくすことはできないことも事実ですから、その中でどうやって自分たちがこの乗り切っていくのかという意味でぜひ知恵を出していただきたいなというふうに思います。我々現場で努力は農家の皆さんを含めて十分にしていただいているんじゃないかなと思っています。それでも不安、また米を作っても福島の米、とりわけ南相馬の米が売れるかと売れないわけですよ。でここをどうするのかっていうのが我々だけではもうできない問題があるということですよね。福島だけが汚染されているというのはレッテル貼られているわけですから、今年のコシヒカリにしてもですよ、新潟さんと会津さん、そうこちらの相馬さんでも値段が全然違うわけですよ。でこういう技術がある中で農家を取り組まなきゃいけないという話なので、まあ、これ以上あまり問題もありますから、こういう問題について徹底的に国に対する指導と規制委員会を規制委員会としての、まあ、指導というか、それを徹底してもらわないと困りますし、まあ、あえてやっぱり原因究明についても国に対して指導するなり、規制委員会に対して規制委員会の方からもこうあるべきだということを声高に言っていただきたいと思います。そうですね、私のとってできることを何かこうあるべきかということは申し上げられないところもありますので、そういうふうな働きかけはしていきたいと思います。そこで、まあ、これは一番重要な問題なんですけれども、今南相馬は20キロ圏内で避難指示かかった地域の中で多分一番人口多い地域です。と申しますのは、12自治体の中でも半分が、およそ半分が南相馬市の人口なんです。双葉郡八丁村と南相馬市の元の人口ってほぼ同じと言っても過言ではないくらい、あっちは7万5600ぐらいで、こっちは7万1500いましたから、それぐらいの状況があって1対1の状況ではないということですよ。で、人口一人一人からすればみんな平等なわけですから、南相馬市全体と双葉郡全体ぐらいが同じ被害を受けているということに等しいというふうに受け取っていただきたいと思います。で、今帰還に向けた準備資格が入っています。20キロ圏内で20キロ圏内の準備資格が入っていて、今現在20キロ圏内に準備資格されている人数が1368かな、なってきて徐々に増えてはいるものの、ほとんどが、まあ、高齢な人ですね。これは多分どこも共通だと思いますけれども、多くの皆さんが帰らない、特に若い世代が帰らない原因は1F が近い、福島第一原発がある限り帰らないという人もいます。で、収束の問題、先ほど説明を受けた収束の問題について不安があるという問題があります。放射線の線量のレベルの問題、先ほど説明いただいた、除染に関わる問題、除染廃棄物の現状の問題、また除染作業員がこれだけ増えていて、一応にもご認識いただきたいのは、例えば浪江さん20キロ圏内の除染に入る作業員、また飯舘に行く作業員、これは南相馬市に宿舎を置いてあるんですね。で、宿舎に伴う問題が、現実的に寝屋川事件に象徴されるように、山田容疑者が南相馬市でも作業していたということが報道されたことによって、作業員全員が犯罪者じゃないかというような、ある意味での風評被害ですね、作業員に対する問題が出て、逆に
我々が作業員に対してどういうふうな指導をしているんだ、防犯上の問題にどういうふうに対応しているんだ、交通事故がこれだけ増えている問題については作業員の車が多いからこうなっているんじゃないかというような問題が住民から挙げられていますし、現実的にはご覧いただければ分かる通り、朝の5時半から夕方の6時過ぎまで、7時近くまで、まあ、朝夕はもう渋滞でダンプのラッシュ で、こういう現実に対して戻ろうとする、帰還しようとする人たちが不安を覚えるのは当然だと思います。そこで、まず第一点に、帰還にあたって一番障害となっている除染について、どこまで下がっていれば、線量ですね。仮に20キロ圏内でも線量 0.1 マイクロないところもあれば、で、まあ、当時、帰還困難区域も、居住宣言区域も、避難指示解除準備区域もありましたから、まあ、今もありますが、その中でどこまで下げれば県会として大丈夫だ、はい、戻ってもいいんだよと言っていただければいいんです。ここが我々として一番言えない、住民に対して安全だと言えないレベルなんですよ。ここを県会としてはこうだという見解が出していただけるんであれば、住民に対しても県会がこれだけ言っていただけるんだから、我々として来年解除に向けては大丈夫じゃないかというようなことを言えるわけですが、残念ながらそれが言えない、これっていうんだいというような声が出されるわけですよね。で、その際にもう大丈夫だよという基準はどの辺なんですかということを明確にしていただければ、我々も説明しやすいですし、ぜひそこはお願いしたいな。先ほどその決定的な説、いくらならいいということは言えない。なこれは放射線被曝の健康影響については、いわゆる ICRP の勧告にもありますように、直線モデルというのがあって、基本的には一定線量でも影響がありますということになっています。ただ国際、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、さあ、さりげながらこういう事故が起きたときに、そういう環境下で過ごすときに、どのあたりを目安にすべきかというのが、先ほど申し上げました参考レベルなんです。その範囲でどこをするかということは、これはその土地の汚染の状況とか、自分たち の、住民のお考えとかによって決まってくるということです。その代わり、戻ったときに、今おっしゃったように、本当に1ミリシーベルトの上か下かということで判断される方が多いと思うんですが、1ミリを超えてるのかどうかということをとか、いつまでも超えていくのか、どこまで超えるのかということも、これはやっぱりガラスパッチとかを使ってきちっとモニタリングしていく必要があると思うんです。で、それはガラスパッチの場合は通常3ヶ月から5ヶ月1回かかるから大体1年ぐらいかかります。からもう一つ、我が国では基準として国の基準になってないんですが、放射線被曝のものについては障害線量という考え方がありまして、大体1000ミリシーベルトというのが国際的にも大体それ以外にしましょうということです。ですから、そのうちのしばらくはこの価格を汚染されてますから、このしばらくはちょっと高い、そこのところ高いかもしれないけど、全体として10年20年で鳴らしてみると、だいぶそこを毎年1ミリ以下ぐらいになってるねっていうような状況を作っていく必要があると思うんですね。だから、そういうことでご理解をいただける人は帰ってくるだろうし、やいやだっていう方は多分帰ってこないと。何言っても書いてます。で、どこの市町村も同じ悩みを抱えています。で、帰らないという理由に、もう、としてそういうことを伝え、帰ってくるつもりがない人ほどそういうことを言うという区長さんも数人いました。だから、そこのところはぜひ見極めていただいて、やっぱり帰りたいっていう人を優先に支援をしていくというのが基本だと。で、帰るか帰らないかは、これは個人の選択になるんです。最後は私はそう、
私どもはそう思っています。これ統制すればできますので、そこのあたりはぜひ市長さんのリーダーシップで、まあ、マネージしていただくしかないなというふうに思います。で多分同じ問題が政府が近いとか女性の問題でもされている。女性の問題はもう少し心理的にも嫌なところがあるんですよね。管理省の領事場のフルコンバックが、まあ、帰ったら目の前に山のようにあるということで嫌だっていうか、これはまあ非常に私もそんな気がします。でそういうことを何が本当に帰れないのか帰りたくないのかっていう理由になってるかっていうのはやっぱり多分一人一人違うんですよね。だからそこのところをやっぱりきめ細かく相談してやっていかないと、一概にこうだからって規則だからこうだって言っても多分私はダメだ。それがまあ相談員制度のもともとの考え方ですけども、そういうことですので、ぜひそこは市長さんのリーダーシップをぜひお願いしたい。我々が何か言ったからどうするということではないと私は思っている。私も思っている。育てのお母さん方にとってはこんなところで子供を育てられるかっていう気持ちに対して大丈夫ですよって言える根拠が本来は必要なわけですね。ところが不安的というものに対してはどんなレベルまで下げても元になってないでしょうと言われたら、そこはそうだって言わざるを得ない。残念ながら。だから委員長がおっしゃるように帰りたい人から帰るようにすればいい。 まさにその通りで我々そうやってますよ。ただそれでこの南相馬を含めて避難されている方々が地域を再興できるかということになるとできないんですよ。南相馬22年度から今現在の生産年齢人口の15歳から64歳と言われている人口が今現在で1万3600人も減ってるんですよ。でこの人たちほぼ戻ってこない世代が多いんですよね。でここをどうやって埋めたら南相馬市の復興になるんですかと。来ていただいている5000人ぐらいいますよ。新たに南相馬に来て暮らしていただいている方々、これ例えば浪江からの高齢者とか浪江からの避難民とか、まあ、8町村全部から南相馬に来てもらってます。飯舘からも含めでもほとんどが、まあ、どっちか言うと高齢な人たちですよ。この人たちで社会的に社会的にというか復興が本当にできて、将来の、まあ、よく言う10年後の人口だとか20年後の人口を確定しろというよりも多分なくなっていく世代が中心なので、どんどん逆ピラミッド型になっていくわけですよ。そしたらこの地域の復興って本当にできるんですかと。でこの時にいろんな国からのこれあるでしょ、あれやるあるでしょって言われて地方創生ではまたかんたら言われますが、現実的にはここで子育てしていける環境が本当に保障されるんですかということなんですよ。で、この点に限って例示すれば、医療環境、福祉環境、子育てとしての保育環境全くできてないです。我々養護も無料化しました。幼稚園保育園も無料化します。子どもたち増えてますけれども保育士足りませんという問題が一つ一つ出てくるんですよ。医師、看護師いません。看護師いなくて病院開けられません。医療スタッフ確保のために無償就学資金制度を作ってます。介護ヘルパーいないのために介護士養成のために無償で養成講座やってます。それでも確保できない。こういうことに対してこのなぜこうなっているかって 原発事故そのものなんですよ。だからここからの復興について現場で我々が住民とコミュニケーションしたから結果としてプラスになって人口が増えていくわけでは全くないんですよ。それはおっしゃる通りで各市町村みんな共通です。だからその分非常に深刻だと思うんです。ですからそういったものをどうやって乗り切るかっていうのはやっぱり一人一人がよくもうある意味じゃね無責任かもしれないけども、最後人の心の問題ですから、それを乗り切れる人と乗り切れない人と出てくると思うんです。で客
観的に見ると統計的に見たらやっぱり高齢化していくということもあります。それは別にその放射線だけの問題だけじゃないんです。まあ南相馬は比較的都会ですけれども、一般的にやっぱり山間部から町に出れば便利だからもう帰らないよっていう人もいるっていう話も最初に伺いました。だからそういうことを踏まえて、やっぱりもうただただ要求して国がどうするんだなんだって言ってたってもう先はないですから、そんなに大きく変化することはないんで、もうここはやっぱり自分たちでどうしてどうしようかと現実を踏まえてっていう考え方に立って、必要なことを求めてください。そうしないと国としてもどこから手をつけていいかわからないということなんです。で市長が言うことは一つごもっともだし、多分そうだと思います。でもこれは私が今規制委員長としての立場を超えて話をしているんですが、そういうことですので、そういうことをやる上で加速化交付金とか生活相談員とかっていうことをうまく使っていただければ、私どもとしては一つの仕事をお役に立てるかなということで申し上げています。で今おっしゃったようなことを全部やろうと思ったら、これはもう私の力量とか私どもの範囲じゃないんで、ここはちょっと何とも言えもうそれ怒られたってこれは何ともしょうがないっていうところはあるんで、ちょっとそこは、ご理解いただければと思いますけどね。決して私は田中委員長を叱ってるとか言うのではなくて、私としてはもう震災から必死でここを支えてきたつもりなんです。で一方で20キロかけないかかってなく自治体も全員避難した町もありますよね。で結果として7万6千の双葉軍がどれだけ行かれているかという問題になれば、南相馬一時期1万人だったら8500人以下になったんですよ。7万1500人でけれども、今現実的には5万5千人以上住んでます。作業員が含めると多分6万人近くがここに住んでるんでしょう。その違いは何かって言ったら、ここを必死になって支えてきて、ここ一日たりとも移動してないんですよ。それは職員も含めて市民に対して責任を持ってここをカバーしようと。一時期は120人も県外の避難所に職員を派遣したんですよ。3ヶ月間、まあ長いところはもっとずっと長くおりましたけれども、こういうことをやって今支えて5万5千になっているものの、それでも町づくりが難しいのはやっぱ若い子育て世代に対して明確にここは安全だとか安心だとかいうメッセージをどうやって伝えればいいのか。これはもう我々自治体の首長と市民のコンセンサスを作ればいいなという問題ではないんです。それはですね、我々が安全だとか安心だとかって言ったからって納得していただける問題でもないんですよね。そこが非常に難しいところです。はっきり申し上げまして。で、話は違いますけれども、作業員とかいろんな方がいて不安だと。これはここだけではなくて、広野でもその話、いわき湾を避難してる、住民登録してない、まあ2万4000人から。でも国のサポートがないって市長がおっしゃってましたけれども、まあゼロではないと思いますけれども、そういうことがあるという現実も随分伺いました。で、そこのところはやっぱり、ちょっと国としても考えないといけない問題はあるんだろうと思います。多分ここも南相馬も、唯一そういう住む場所があったということで、避難されている方、作業員の方、これをいらないとみんな住めないとなりますので、そういうことでそういうご苦労をおかけしているということも、まあ今日はっきり分かりましたので、そのことはいくつかの市町村共通ですので、それはきちんと伝えたいと思います。おっしゃる意味は非常に分かるんですが、過去にずっとどこも同じ大変皆さん副長さん、住民と一番向き合うところです。
さーっと回ってどうですかって聞くのは簡単です。時間をとっていろいろいろんな考えをなかなか聞けない話もいっぱい聞きましたので、そういうことを今度は国として整理してどうするか、その時にやっぱり首長さんとマクブックでやっぱり共有できるようなことにしていかないと、これは避けられない。で、この高齢化の問題、昨日、先週ですね、奈良川も解除したばっかりですが、行った時はまだ200人しか解除してないと、この夏ですが、で、今日の新聞が中に、昨日の段階は341人とかって言ってました。でも奈良の割合から見ると、まだまだあるんですね。で、まあ、上長の話では、誰かが帰ってきてると、そこに電気がついてると、その周りの人も何となくボツボツ帰ってくるっていうような状況もあるんだっていうことをおっしゃってました。ですから、なかなか最初にこう帰ってこられる方とか、いろいろバリアが高いと思うんですが、そういう人たちをできるだけサポートしながら、やっぱり帰還率を上げ、帰還する人を増やしていく。という地道な努力しかないのかなという感じがしています。それから川内の遠藤さんと話したときは、そこは20キロ圏で村の中がこう全部分かれてて、賠償金の問題でコミュニティが壊れてる、ここをなんとかしてしないといけないんだけどもっていう非常に深刻な悩みもありました。でこれはどういうふうにできるのか、ちょっと私もすぐには思いつきませんけれども、いっぱいそういう話は聞いてますので、まあ、よく整理して、お伝えすることをして、あとはそれに対して、国がどういう取り組みをしているかは、ぜひ、市長の目からもよく見て、いただければと思うんですけど。はい。院長がおっしゃっていただいていることを我々理解しないとか理解できないとかいう問題に全くなくて、正直言ってここまで南相馬市は回復しているという自負心もあります。それは職員が自らここに残って頑張った、その間ストレス抱えてリタイアしたり今休職せざるを得ない職員たちもいる中でも、職員全体としてみれば市民を支えるために頑張ってきています。ですから市民と同時に職員のケアをしなきゃいけないのが事実なんです。でこの際、まあ、国の支援がなかったとは言えませんが、まあ、震災で厳しい時に自衛隊さえ避難していった時にですよ、3月14日の3号機の爆発の時に、ここは我々に残したんですよ。自衛隊が入ってきて避難指示ということを言われても、それはなぜかというと、市民を守らなきゃいけないし、あの時避難できない市民もいっぱいいたので、我々としては市民を守ることを優先させた。これは私がある意味で職員に、まあ、共有を指示したというのもありますけれども、ただ、それによって本当に多くの市民が帰ってくるようになったとはいえ、あれ以降のストレスを抱えている職員も非常にいるのが事実なんですね。ですからこういう中で今再建していかなきゃいけない、復興していかなきゃいけない、ましてやもう一番の課題である20キロ圏内を解除していかなきゃいけない、そういう課題に対して今何を市民にメッセージとして出したら彼らが安心して戻れるかということを常日頃考えて彼らと対話し続けてるんですよ。で、奈良は今医療機関これから予約するとか、郵便がこれからとかいう話出てますが、我々としてもうすでにそのことは去年の4月23日時点で解除していないにもかかわらず医療機関は必要だということに対して診療をそこで小高で開始したりとか、まあ、今年も9月に我々中小機構の支援を受けて直接仮店舗というか購買できるものを作ったりとかしてるんですね。でも解決できないのはやっぱり
女性の問題、先ほど廃棄物のああいう黒い袋ますに出会う問題で、ここで農業できるのかとか、生活再建できるのかというこの不安がある、これの最大の原因が放射性物質、原発事故なんです。でここを明確に払拭、不安を払拭するものを住民に与え続けなければ、多分期間というのは多くなっていかないですよね。ですから、政委員会としても、委員長としても、国に対しては、こうあるべきだというものを、例えば放射線の問題一つにとっても出してほしいし、除染について今、環境省が非常に悩みつつ、中間貯蔵の問題とかやってますけれども、これに対しても、道筋が見えないまま悩み続けなきゃいけない現場の人たちの問題に対して、また、南相馬なんかは、その搬入のルートになっているわけです。飯舘の問題もそうだし、相馬館の問題もそうだし、福島の問題もそういうルートの中に入れられているわけですので、こういうことに対するストレスはこれからますます大きくなってくるんですよ。でもそれでも大丈夫なんだよということを言い続けなきゃいけない。それはどういうふうにしたら言えるのかっていうのが、我々、常日頃、自問自答しながら、住民に対して、どう言ったらいいんだろうという問題なので、ぜひ。除染の方の問題については、私の方でいろいろ今何か申し上げた場合ではないし、なかなか難しいところがあるんですが、地域の安全の確保については、私もある程度責任を持って確保してまいります。で、その一環として今日もこういう形で、私がいろいろ持ち丸君とか何かの説明してることは十分承知してるんだけども、私の口からきちんと説明した方がいいでしょうということでお伺いしています。で、そのことで十分納得していただけるかどうかということについては、これはなかなかそうは人の納得というとそんな簡単なものではないので、ただはっきり言えるのは、当初からいろいろ非常に懸念、我々も懸念してきたことについては相当きちっとコントロールできるようになってきてます。で、よく新聞出るその水の問題も今全部入れてこのぐらいですよっていう話ですから、こういうことも多分少し医療的に、感覚的に捉えていただけばいくらか安心になるかなというのでこんなものを作りました。で、そういうことをしながら努力はします。でもそういう意味でぜひ JF は今住民の帰還を妨げるような状況ではなくな絶対ないかっていう、例えば再臨界の問題とかいろいろ議論されてるけど、それはありません、これはありません、物理的にないないということは私は保証します。で、そういうことは言えるんですけれども、できない、何でもそうですけども、全く事故があるのがないかということを保証しろと言われたら、それはなかなか言えないので、そこのところはちょっとお考えに願いたいと思いますけれども、相当その HF は帰ってくるのを妨げるような状況ではなくなっているよ、だから被災の外の方にこっちの方まで影響するようなことはないよということはぜひお伝えいただいて、結構だしそうしていただきたいというふうに思います。除染の方の問題、それは運ぶルートの問題、私自身も非常に懸念しています。今後どうなるかということです。頑張っていただいていることは我々も十分認めた上で、今我々には抱えている問題をお話しているんですけれども、若いお母様と話をするときに、仮に帰って、深刻な事態、今、再臨界はないという話がありましたけれども、その使用済み核燃料の今後の処理の仕方において、こういうことが起こらない可能性はないでしょうって必ず言われます。で、使用済み核燃料の問題でトラブルが起こった際にはやっぱり避難でしょう。じゃあ、どこに避難するんですか。これが最初に全く避難計画もない状況の中で、起きた時代に対して住民も我々も対応してしなきゃいけなかったし、してきたわけですよね。で、その際に今避難計画を国から作れって言われて作りました。でも残念だけど私使
作ったのは、まあ、県との関係もあって作ったわけですけど、全くペーパーの問題だと思ってます。それは現実的にはあの震災が起こった時に避難計画がないまま全国に飛び散ったわけですね。ルートとしては北から西に向かって行ったわけですけれど、南に行けなかったので全国に飛び散りました。でも飛び散った結果として今、まあ、串間も含めると47都道府県に南相馬市民がいます。でここを戻すのも大変だけど、またこう深刻な過酷な事態がないっていう 100% の保証はないわけで、避難計画の問題必ず取り立たされます。で避難計画っていうのを本当に再稼働するなりの時に規制委員会としては条件として入れてないんですよ。それはあの私どもの避難計画の審査はない、指針は作ってます。少なくとも福島について言えばですね、 1F も 2F ももうあの止まってしばらく経ってますから要素は出ません、ありません。それであの気ガスもほどほど出てますから、あの基本的に福島の今回の事故の反省のもとに、あの今むやみにこう無計画的に動くと、かえってその関連死とかいろんなあのマイナス要素が出るということで、あの福島に関してはあのいわゆる PAZ っていう何かあの重要な事態が起きた時にはもう無条件で5キロ圏内は避難しましょうっていうのは外しています。これはあの内閣府の方の防災が基本的にはあれなんですが、あの考え方の基本は私のように基本しまして、そういうふうになっています。ですからあの要素材を配れとかっていうことはありますけど、要素材っていうのは副作用もあります。で要素材が効果が発するのは要素に対してであるですね、安定要素材で要素はもう出ませんから、ないんですから、だからそういうことを踏まえて、あの福島は福島の防災、あのなかなか非常にあのいやいやあのテクニカルなところ、サイエンティフィックなところ難しいところはあるかと思いますけども、そういうことなので、あのそこはですね、だから今私どもが主としてその進めているのは、まず当初は慌てて外を動く回ると、まあ、発電の場合ですと、あの福島の経験から言うと海水の爆量が増えると、だからそこのところはちょっとやり過ごす、ブルームをやり過ごすという問題とか要素の吸引を防ぐという意味で、一般の分野がそういう対策をまず第一に取って、その後状況を見て、あのそれで今回あのアベンジャーズのなんですかね、何も指標がなくその避難指示を出したということによって、いろんな混乱が起きて、かえってその西北西の方の飯舘本線の方が非常に混乱にそっちに避難するっていうことになる。そういうことを避けるために今回はいろいろ検討しました。シミュレーションもいろいろやっていましたけども、やっぱりこれは実測ベースで判断していくのがいいだろうということで、その測定の精度をモニタリングポストをいろんな今まで以上に地道に配置してやるというようなことで対応しようということにしてありますので、そこはあの紙だけだっておっしゃらないでください。あのそういう意味であのきちっとあの我々は責任持ってそこはできるようにということで、これはただし自治体と県とかと一緒の協力がないとできないことですので、実際にあの私が総理に対してこういう状況だからこれは避難してくだ指示出してくださいって言った時に、実際にその住民に伝えるのは自治体とか県ですので、そういうことを踏まえてあの私にとってはすごい重いあの責任があると思って日々生活しています。でもあの今の状況っていうのは、この福島についてはそんな状況じゃないんだということだけは申し上げられると思います。あの
がたいって言えばありがたいんですが、少なくとも国も県も気のしなかったんですよ、福島の自治体の場合は。現実にはそうです。で、気のしなかった最大の原因は、10キロ圏外には避難計画を作っちゃいけないと言われて指導を受けてきたんです。旧原町市自体はそれは不安、住民に不安を与えないためにと。現実的には10キロとか20キロとか30キロとか線引きしたところで関係ないんです。怒っちゃえば住民は娘に逃げ出します。で、我々として経験値を踏まえて、ましてや病院も30キロ圏内、入院患者を置いていけないって言われましたから、国から。で、みなし30キロで33キロにある厚生病院まで入院患者ゼロにしろって言われましたから、これによってバタバタ死にました。6ヶ月間で250人死んだんですから。それぐらい医療拠点だったんですよね。海もそうです。ですから、こういうその住民の命を預かる立場からすれば、原発っていう問題について言えば、もう危ないエネルギーとして我々か考えてるんですよ。住民も全くそうです。その時に危なくないんだってどこまで言えるのか。避難計画を作らなきゃいけないようなエネルギー政策に対して、そこ今後とも推進しようなんてことをどうして言えるのかっていうのがよくわからないんです。教えていただける。いや、それはですね、私どもはそういう事故が起こらないようにということを、福島の事故とかを踏まえて規制していく立場で、それをどうするか、原発を使うのか使わないのかっていうのは、住民とか事業者とか国とかの判断でやっていただくことで、これは私も国会で再三申し上げてきて、私の立場から使うべきだとか使わないべきだとかっていう議論をするような状況にはないので、そこはこれ以上の議論をしても多分何も出てこないということをご承知ください。はい、それはありがとうございます。ね、例えば菅官房長官も委員会が出したから大丈夫なんだ、委員会では安全性については判断しないということですよね。で、これに対してどこが我々根拠として、じゃあこの原発の問題考えていったらいいですか。いや、その安全性について判断しないっていうことを何か言ってますけど、福島の事故のような過酷な事故が起きるような可能性があるんだったら、私は原子力発電はやめるべきだ、使うべきじゃないということを国会でも再三申し上げています。総理の前目の前で申し上げています。 ですからそういうことは起こらないレベルまでの規制ですよ。そのためにまあ核発電所平均で言えば500億とか1000億ぐらい追加投資を要求しています。多分事業者というか大変な、今まで良かったのになんでそんなことっていう抵抗はすごいです。でもやっぱりそれはやっぱり福島のような事故を起こしてしまったでしょうということで、我々としてはそういうつもりで臨んでいます。でもやっぱり心配やから嫌だよねっていうことをやめるかどうかということは、我々はそれはそこまでは判断しないということなんです。ですから、その規制の考え方というのはそういうものだということなんです。ぜひそこはご理解、正確にご理解いただきたい。どうも言葉をはしょっていろいろ報道されますので、そういうことが市長がおっしゃるような理解が一般的だというのもよく知った上で今申し上げています。ただ直接今目の前におられるんで、そういうことを聞かれると思います。南相馬の女性の問題について言えば、金額的にはもう直轄の20キロ圏内と20キロ圏内市が除染をしてるわけですけれども、合わせて多分3000億を超えるんですよね。もう多分町の範囲になる、南町の単独で、単独でそれぐらい、飯田市では4000億近くなるとかっていうのも聞いてますが、町単位ですね、多分。だからこういう可能性のある問題ですから、
ですね。で現実的には我々その問題に対応せざるを得ない状況に追い込まれている立場ですから、それと住民生活を立て直す、生活再建するっていう時に共存 していかなきゃいけない話なんですよ。この除染っていうか占領の低下させる問題とかっていうことについては、だからここはあくまでも起こってしまった現実と我々生活再建しなきゃいけない側の立場からすれば、規制委員会として今後の在り方についてもやっぱり議論すべきとか議論すべきなんじゃないですか。言わんとしていることは理解できないことはありませんけれども、やっぱり一つの我々の与えられた法律上与えられたミッションというのがありまして、その範囲を超えてやるというわけにはいきませんので、範囲内でできるだけのことをやるということしか申し上げられない。で現実にこの事故によって環境がこれだけ汚染されたということも事実です。ですからこれをどういうふうにできるだけですよね、元になんかなかなか戻らないと思います。その中でどうするかということで我々なりに努力してきたというところを今日は一部お話しさせていただきました。でもまあそれでもなおかついろいろ言いたいことあるよっていうのはそれはよくわかります。絶対的な物理的な問題についての除染についてお話をしましたけれども、先ほど委員長の方から出していただいたように放射線損害の問題であるとか復興交付金の問題であるとか、まあ、ある意味で人間を立て直す心の再生する問題と当然向き合っていかなきゃいけないわけですよね。南相馬多分自殺者絶対的にはこの原発事故によって増えた自殺者がやっぱり一番多いんですよ。でこれは例えば20キロ圏内で我々ぐらいの世代であっても、つまり50代の世代であっても家庭を支えなきゃいけない人たちが本来であれば賠償金ある程度もらえる状況の中でそこで生活できるんじゃないかと思っても、精神的にはストレスを抱えて残念ながら自殺をしてしまうという現実もあるわけですね。でこういうことに対するケアというのも起こった事故だからこそ起こらないようにしていかなきゃいけないし、今だって孤独死の問題とか仮設での孤立死の問題だとかいうものについても我々日々相談員というか支援員という形で回ってもそういうことが起きるんですよ。だからこういうことがやっぱ二度と起こしてはならないし、これ以上自殺者なく出してはいけないし、そういうことがこの時代の中で起きたっていう現実を踏まえて、やっぱりもっと心の問題、市民の生活再建に向けての心の問題に対しても国に対して一定 その指導っていうかすべきではないんですよね。まあ、おっしゃる意味から言えば、具体的に言えば、この安全安心のこういう施策を検討させていただいたときも、心の問題に寄り添うということのことも含まれているわけです。だからそれをどう捉えていただくかって、ぜひそういう我々の趣旨を生かしてやっていただきたいと。現実に起こっていることはその通りだと思いますし、それを否定する根拠も何もありませんので、そういうことなんです。それで規制委員会というのはちっちゃな役所だし、ある程度首相にできている範囲というのは限られています。でもまあたまたまその復興会議で私がこういったご案内をいただいたことによって、ようやくこういった相談員制度とか加速化交付金ということを具体化できたというところについては私はよかったと思います。個人的に言えばこっちでボランティア的に女性のお手伝いしたりいろんな相談員をしたから楽だったでもそうはいかなくて、それだけじゃ多分福島はだんだん忘れ去るだろうという考えもあって向こうの職を受けたということもあります。それ個人的な思いを言えばキリがありませんので、それはそういうつもりで、もう私も70になりましたからいつまでもそんなに働きたくはないんですけども、そういうところもあります。これはちょっと余計なことです。もう時間ですけど、ミッションとしては委員長も私も同じミッションの中であるんだろうと思います。その現場が違うだけでね、
市民の生活、命を支えなきゃいけない、まあ、国のこの原子力政策に対して一定の意見を述べていかなきゃいけない、結果的には、まあ、国民なり市民の安全を守っていかなきゃいけないという意味では同じミッションにあるんだろうと思います。そこで先ほど院長の方から加速化交付金の話も出していただきましたけど、加速化交付金がやっぱ本当に使い勝手が良くて住民の生活を再建するために絶対これは自治体に優先権を、まあ、ある意味で自治体の思いのまま使わせるような制度に本当にしていただきたいなと、これ多分他の自治体からも出てるんだと思いますけれども、おっしゃると国のお金って交付金といえどなかなか借分も大変だし使い勝手が悪いんだっていうんで、それはぜひそういうことを具体的に言っていただきたいと、それでその時にはそれはダメですよって言わないで、こういうふうにすれば使えますよとかっていう知恵を出すようにということはこれから生活支援チームに対しても申し上げたいと思いますけれども、それはそういうことがあればぜひそういうことを伝えていきたいと思います。なぜこういうことを申し上げたかというと、とりわけ先ほど一番最初に私が申し上げたように20キロ圏内の避難指示解除にあたっては最も住民に対して安心感を持っていただけるような施策展開、事業展開をしていかなきゃいけないんですね。ですのでこれ20キロ圏内一番こうある意味で不利益を被った住民なので、この人たちが再生していくんだっていう気持ちになるようなものにしていかなきゃいけないし、特に私は子ども子育て世代が例えば双葉未来学園に象徴されるように子どもたちがここで勉強した方が有利な勉強ができるとかですね、そういうことも含めて教育予算にどんとこれが使えるとかいうものになっていかないと、どうせ例えばここだと福島に避難したりとか仙台とか郡山とかの方が環境がいいじゃないかと、わざわざここまで戻ってこなくてもいいよという人たちがいるんですよね。だから本来であればここに来た方がもっともっと有利な子育てができる、まあ、絶対的に放射線量の問題はあってもですよ、我々は養蜂無料化したのはそういうことなんですよ。他ではできなくてもここだったら子育てが皆さんの負担減るでしょうと、そういうその具体的な、お母さん世代が安心できるような使い方がこの交付金によってできれば、我々としてもスーパーティーチャーをどんどん読んでここで、例えば福島仙台でできないような教育者を招聘して子どもたちがそこで勉強したいと思えるような授業展開をしたいんですよ。こういうことも含めてやっぱり被災はしたけれどもここでやっぱり勉強した方が良かったねっていうようなものをこう上げていかないと求心力になっていかないので、ぜひ委員長の方からですね、こういうことを考えている我々、まあ、若い世代を残したいという思いでやってますので、ご指導も私もそういうつもりでこういうお金を使っていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。何かありましたら、随時は持ち寄るような福島と思いますので、あれをよろしくお願いします。ありがとうございました。私も委員長のお話も初めてですし、今日も時間の中で委員会の所長を超えて取り組んでいただく意識ということとか、あとは事故は繰り返さない、1F 並みの事故は繰り返さないんだというのは規制の覚悟だとかですね、1F のリスクが絶対に低くなったということが、安心の柱があった話が良かったなと思いますけども、繰り返しになりますけど、我々の方に言ってて、今日どうしても話が分かった、安心がどうしても必要だ、それはその住民直面する C の施策だけでは、どうしても及ばない安心感のについて、規制なり国の姿勢とかってものすごく大きいところがあって、そこに先ほど言われた規制を超えた部分の配慮とは別に、まさに規制のミッションとしてこの国民の安心の基準というのをやっぱり明確に打ち出してほしいなというのが
我々願いです。これはもう先ほど政治家になりましたけど、まあ、多分政治家になりましたけども、はい、まあ、20ミリが基準として今あります。緊急時というか避難指示の区域が首都の基準は基本的に20ミリシーベルでなってますので、今避難指示等との判断基準があって、長期的には1ミリというのがあるんですけども、その間についてはこれはなかなかどこが安心の基準ではできないから、現場現場で個人個人判断してもらうしかないっていうところだったと思うんですけども、これが本当に個人の住民だとか自治体にとってはなかなか、いや、それはない。自己は一人きりの避難の基準ではありませんよ、参考レベルというのは。そこは正確に理解していただきたいなと思いますけど、防災指針でいう20ミリっていうのは、1週間で20ミリっていうのは OIL2 っていうレベルであって、まあそれは OIL というのは、まあ、介在するっていうんですけども、だからそこはね、正確に理解していただきたいなと思います。避難指示というよりも、今現在敷かれている避難指示区域の特定だとか解除については年間20ミリというところを基準にしていますよね。基準にしてない。だから参考レベルというのは、先ほどから2回ほど説明したけど、そういうことではありませんよということで、20ミリ以下になったときに初めてどのレベルで避難を帰ってくるかどうかは、みんなで関係者で住民の方を中心によく相談して決めてくださいって言ってるんです。だから、いや、私は5ミリ、3ミリで5ミリでも帰るよって人もいるし、いや、1ミリになると帰れないよって人はいるでしょう。だからそこはどういうふうに、じゃあ帰れる人から帰りましょうかとかね、そういうことだってあるわけですよ。だからそこのところはちゃんと正確に理解しないと、自治体のリーダーシップ、これ多分できないと思いますよ。いや、もちろんね、私は国の皆さんができないことまでやってきました、正直言って。住民との向かい合いで警戒区域を解除するときには、国の人間一切入れずに、私が住民との間で解除しますよと、その理由については、産業医も含めて復旧することが前提だからって言ったときに、一箇所で700人ずつもの住民が来てもらって、集まってもらって、それ4箇所で、まあ、ある意味でもう叱責だらけの中で、そういう説明をしてきました。でも国が例えば今回の解除にあたってという時は、避難指示を解除する基準は20ミリって言うんですよ。そうしたらもう何言ってんだと、今多分これ今後問題になるであろうことを例示すれば、労災認定あそこで5ミリで出たじゃないか、これに対して我々その20ミリで避難指示解除だなんて言うのかって、こういう問題が必ず出てくるんですよ。だからこそ我々としては、どこまでであれば皆さん大丈夫なんですよって言いたいわけですよ。それを自治体に任せるのそれは何もできないことを自治体にやりなさいって言うのはそれは無理ですよ。そんなこと言ってないんで、申し訳ないけど、市長の言ってるのはよくわかりますけど、あなたがおっしゃってることについてはちょっと違うと思います。私申し上げて、若い方からもっと勉強してください。そこを自治体で判断してくださいねというのが、桜井市長の言ってる意味はよくわかります。必ずそういう問題が出てくると私も理解しています。だからもう出てるんですよね、実際は。 今でも避難解除についての懇談会というか、各地域ごとにやってるし、例示しましたように学校の保護者会レベルでも、皆さんの不安って何なんですかねと、で学校再開こうしたいんだけどどうですかねってこう相談してるんですよね。その際に必ずそういうことを踏まえて、だからいわゆる相談員制度を活用して、できるだけそういうことを丁寧に対応していただくようにということなんです。これはまた国がどうこうしたからって解決する問題じゃないっていうのを十分に議論した上で、そういうふうになってますので、そこのところはぜひご理解いただいて、それをうまく活用していただきたいと思います。一応おっしゃるのも理解できないわけではないんですが、市長が本当に責任取れるのかって、これ最後はこうですよ。いや、それは同じことを私に何度も言われてますので。ですのでね、やっぱり我々として、やっぱり国が例えば、
当時100ミリとか20ミリとか、まあ、急激に1ミリとかいうこのどん実際にとってはもう説明できないことの連続の中で住民を説明せざるを得ない状況に追い込まれてきて、女性もじゃあ1ミリ以下にするんだろうというふうにお叱りを受けるわけですよ。あのそういった占領の基準については天国は非常に遅れてて混乱してます。法的にも遅れてます。だからそれについては我々も一つの首相範囲ですので、今後長期的に議論をしてきちっと国際的なレベルをスタンダードに考えていきたいと思います。これがね最大の、まあ、混乱の原因かもしれないというのもつくつく感じてますので、それはそういうことで、ね、ただここですぐにそれを答えを出すというわけには私の一存で答え出すわけです。それをぜひご了承いただきたいと思います。はい、もう時間はい、一応おっしゃるのに1個かけて、私もアメリカが戦だとか食物について言えば、当時500ミリって暫定基準出したりとか、その後100ミリにしたりとかっていう中で、こう最初にですね、国民がそういうもの問題について理解されていれば、まあ大丈夫なんだろうっていうふうに理解できたと思うんですよ。ところが最初、高いレベルから500ミリってされて、暫定的だと。で実際は100ミリなんだっていうふうにされるわけでしょ。だから現場で説明できないし、空間占領について言えば20ミリまでは避難しなんかしなくていいんだよって言われて、で急にお母さん方がガーッと言ったら1ミリ以下に目指しますみたいな形だから現場では大混乱するわけですよ。だから本来はこれは全体的な原子力推進であれば同時に原子力に対する理解が教育の中でないといけないですよ ね、 あそうですね。とか安全で安価でクリーンだということを言い続けてテレビで脅しまくってきたので、私は そのことについてはいろいろここで申し上げるつもりはありませんけれども、そのいろんな混乱の原因になったいろんな基準がその場当たり的に変化したいってことについては、私も当時は現場にいましたから非常に怒りを持って国に対しても申し上げました。あまりにもど素人的で、あまりにも配慮がなさすぎるということについて、その気持ちは今でも変わらないですけども、今規制委員長として何ができるのかということで今日はお伺いしてますので、いろいろお話を伺いましたし、本でも随分お伺いしましたから、それは肝に銘じてやっていきたいと思います。どうぞ。はい、本当にお忙しい時間、これだけの時間をいていただいてですね、田中委員長にも率直にお話を伺いましたので、本当に申し上げます。ありがとうございます。今後我々としてはこの問題にその原子力再エネに向き合っていかなきゃいけないという現実の中にありますから、ぜひ我々市民全体の不安とかいうものを前提にして、頭に本当に入れていただいて、 いろんな制限会としての仕事に励んでいただきたいなと心から願いをしておりました。はい、ありがとうございます。だいぶ教育してきた。